クランクシャフトの疲労波面、フラクトグラフィとは、破損した物体の破面を観察し、破壊原因や破壊の機構の情報を得る解析、あるいは、そのような手法のことである。日本語では、破面学や、単に破面解析と訳される。自己調査や研究室での材料試験などで、活用される。一つの物体が破壊して二つ以上に分離することを、工学的には破断と呼ぶ。 物体が破断するとき、体になる、新生面が発生して物体が分離するが、このような新生面を破面があるいは破断面と呼ぶ。破面の表面形状には、その破断の仕方による特徴が残り、フラクトグラフィは、その破面を観察することで、破壊原因や破壊機構を推定することを目的とする。機械部品の破損が関係する事故の破壊原因調査や、 材料の破壊力学的研究などで活用される。破断面の観察方法としては、肉眼から光学顕微鏡、電子顕微鏡、操作型トンネル顕微鏡までの装置が得体情報に応じて使用される。肉眼や光学顕微鏡などを用いた低倍率な方法によるものを、マクロフラクトグラフィ、電子顕微鏡などを用いた高倍率な方法によるものを、 マイクロフラクトグラフィとも呼ぶ。破面の特徴としては、疲労破壊では、巨視的な、島模様のビーチマーク、微視的な、島模様のストライエーションなどがある。金属材料の破壊機構とそれらによる破面の主な特徴を示す。実際の破壊要因に該当する特徴が現れない、あるいは残っていない場合もあるので注意が必要である。ありがとうございます。